BMW ザウバー F1 に装着されたグルーブドタイヤグルーブドタイヤとは1998年から2008年まで会一で用いられていた円周方向に4本の平行な溝を持つタイヤ。グルーブとは英語で溝を掘るの意味。この溝は一般の自動車用タイヤのように排水を目的としたものではなくタイヤの設置面積を減らしグリップ力を低下させて 会1下位マシンの速度を低下させる目的で付けられている。会1の速度上昇に危険を感じた FIA によるスピード抑制策の一環として、1998年からレギュレーションでの規定により使用された。2009年からは再びスリックタイヤに変更されている。前述のようにグルーブドタイヤの溝は排水を目的としたものではなく、あくまでも晴天用のタイヤである。 雨で路面が濡れている場合は排水用の溝が入っているウェットタイヤを用いる。さらに雨が強い時には高天用タイヤを用いる。ウェットタイヤやエクストリームウェザーにも当然溝が入っているが、これらはグルーブドタイヤとは呼ばない。路面との設置面積を少なくしてコーナリングスピードを抑制することを目的に1993年に リアタイヤの幅を18インチから15インチへ3インチ細くするレギュレーション変更が行われた。しかし、コーナーリングスピードが低下した代償として、全面投影面積の低下によるストレートスピードの上昇という副作用が発生した。タイヤのナロー化が目的を果たさないため、さらなるコーナーリングスピードの抑制策として FIA が編み出したのが、 タイヤの幅を変えずに路面との設置面積を下げるグルーブドタイヤである。当初の目的通り、路面との設置面積の低下はコーナーリングスピードの抑制につながったが、グルーブドタイヤはスリックタイヤでは経験しなかった特性を示した。一つは溝が入っていることによるコーナーリング中のゴムの動きである。コーナーリング中のぐにゃぐにゃしたハンドリングがドライバーを悩ませることになった。 その他にグレイニングという事象が発生することである。グレイニングとは、溝の端の部分のゴムが消しゴムを吸った時と同じように削れて、トレッド面に残ることにより、新品タイヤでありながら、そのゴムがきれいに摩耗するまでの数週は、グリップレベルが上がらないという問題である。これらの問題を解決するために、サスペンションのジオメトリー変更やセッティング方法の変更、 ドライビングスタイルの変更など、エンジニア、ドライバーに大きな影響を与えることになった。さらに、設置面積が減少したことにより転がり抵抗が減少し、ストレートスピードのさらなる向上を招くこととなってしまった。ありがとうございます。